ダンオーロフスキーは、コネチカット州シェルトン出身の元アメリカンフットボール選手。現 ESPN フットボールアナリスト。現役時代のポジションは QB。コネチカット州に生まれた、彼は、リトルリーグに入り投手となった。彼の所属したチームは、リトルリーグワールドシリーズに出場したが、ニューイングランドのチームに敗れた。地元のシェルトン高校に入学し2年時には、 先発 QB となった。3年時には2489ヤードを投げて58、タッチダウンパスを成功させ彼の学校は12勝0、ハイでシーズンを終え週のチャンピオンとなった。彼の高校時代の通算成績は28勝4敗であった。パドゥー大学やミシガン州立大学からもリクルーティングを受けたが彼は地元のコネチカット大学に進学した。2年時には 全試合に先発出場し、パス366回中221回成功で2488ヤード、獲得タッチダウンパス19回、インターセプト11回の成績を残した。3年時には、全米ランキング7位となる、パス成績、パス475回中に7 9回成功で3485ヤードを、獲得、タッチダウンパス33回、 インターセプト14回の成績を残した。彼の33回のタッチダウンパスはこの年の NCWA ディビジョン IA 所属校の選手の中では5位の成績であった。4年時にはパス456回中288回成功、3354ヤードを投げ、タッチダウンパス23回、インターセプト15回の成績を残した。彼は 大学の歴代パス記録を塗り替えて卒業した。2005年の NFL ドラフトで5巡目全体145番目にデトロイトライオンズに指名されて入団した。プレシーズンゲームでジェフ・ガルシアが負傷しており彼は控え QB としてロースターに残った。彼はこの年全米に放送されたアトランタ・ファルコンズとのサンクス・ギビング・デーマッチを含む2試合に出場し、 パス17回中7回成功し、63ヤードを獲得、タッチダウン、インターセプトはいずれも0回であった。2006年に、ライオンズは、ジョーイ・ハリントンをトレードし、ジェフ・ガルシアを、カット、ジョン・キトナとジョシュ・マカウンがチームに加わった。2006年を、彼は、第3級 B として過ごした。2007年にはその年、ドラフト2巡目で指名されたドリュース・タントンが、 故障者リスト入りしたが、JT オサリバンがチームに加入し彼が QB として出場する機会は2年連続解無に終わった。2008年にオサリバンはサンフランシスコフォーナイナーズへ移籍して先発 QB となった。2008年9月15日のグリーンベイ、パッカーズ戦の試合終盤に彼は出場し、パス4回中2回成功、6ヤードを獲得した。 10月12日のミネソタバイキングス戦でプロ初の先発出場を果たし、パス21回中12回成功、150ヤードを獲得、1タッチダウンを上げ、ターンオーバーなしで終えたが、試合は10から12で敗れた。この試合彼は自陣深くからのプレイでラッシュを避けようとした際にエンドゾーンの後ろから出てしまい、セーフティを与えてしまった。 最終節でも彼は先発出場したがチームは敗れてシーズン16戦全敗を起死した。この年彼は先発7試合を含む10試合に出場し1616 16ヤード獲得 8td、8int の成績を残した。2009年2月23日フリーエージェントとなった彼は打球団への移籍を検討していることを明らかにした。3月1日彼は ヒューストンテキサンズと3年900万ドルの契約を結んだ。彼はレックス・グロスマンと控え QB の座を争ったが敗れ、第 3QB となった。2011年7月30日、フリーエージェントとなっていた。彼はインディアナポリス・コルツと契約した。開幕前の最終ロースターカットでチームに残留できなかったが、ベートン・マニングの故障。 ケリー・コリンズの負傷により9月27日にコルツと契約を結んだ。コリンズ離脱後も先発 q b はカーティス・ペインターが務めていたが、開幕11連敗となったところで先発 q b となった。第13週のニューイングランド・ペートリオッツで350ヤードを獲得、試合には敗れたものの28点差から2本の TD パスを決めるなど、 3td を上げて前線した。通算先発出場10試合目となった12月18日のテネシータイタンズ戦でパス17回中11回成功、82ヤード獲得ながら 1td を上げて開幕から13連敗していたコルツに勝利をもたらした。12月22日のヒューストンテキサンズ戦では第4球残り19秒にレジー・ウェインへの逆転 td を決めて 伝承をもたらした。2012年3月15日、タンパベイバッカニアーズと2年250万ドルで契約を結んだ。この年は1試合に途中出場したのみで、パス7回中4回成功51ヤードの成績であった。2013年4月4日、バッカニアーズから一旦カットされたが、その4日後の4月8日、1年契約を結び直した。ありがとうございます。